零零七カジノロワイヤルは、ヤンフレミングの小説零零七シリーズ長編第一作、およびその映画化作品。第二次世界大戦中、イギリス海軍情報部に所属していたヤンフレミングが、戦後その知識と経験をもとに創作した、スパイ小説である。1953年に、イギリスのジョナサン・ケープから刊行された、イギリスの秘密情報部員。 ジェームズ・ボンドの活躍を描いた物語でシリーズ化された。アメリカ合衆国で刊行されたペーパーバック版は当初、You a スクド・フォー・イットというタイトルで刊行された。ソレン・スメルシュのフランスにおける工作員であるルシュッフルは使い込んだ組織の資金を穴埋めするためロワイヤル・レゾーのカジノでシュマン・ド・フェールによる一攫千金を狙っていた。イギリス秘密情報部員007 ジェームズ・ボンドは、上司 M から、シュマンド・フェールで、ルシフフルを任して破滅させるよう命令される。ボンドは、同僚の女性ベスパー・リンド、フランス参謀本部にかのルネマティス、CIA のフェリックス・ライターと連携し、一度は窮地に、陥りながらも任務に成功する。しかし、その直後に、ベスパーが、ルシフフルに拉致され、後を追ったボンドも捕まり、金を返す用法門にかけられるが、 ルシフフルは、スメルシュの資格に粛清され、ボンドは命拾いをする。ボンドは、自分の仕事に疑問を抱いて、辞職を決意し、ベスパーとの結婚を考えるが、その結末は悲劇に終わる。2006年のアメリカ・イギリス・チェコ・ドイツの、合作スパイアクション映画、007シリーズ第21作にして、初のリブート作。同シリーズ17作目の、007ゴールデンアイで、 監督をし、高い評価を得た、マーティン・キャンベル監督の二度目の作品で、ジェームズ・ボンド役として、ダニエル・クレイグが演じた初の作品であり、シリーズ初の金髪のボンドということでも注目を集めた。プラハでの内部汚職の根を断ち、殺しのライセンス霊霊を得たボンドはマダガスカルで、ある爆弾密造人の監視をしていた。監視に気づいて、アフリカ王国の大使館に逃げ込んだその男の、 携帯電話に残されたメッセージ、エリプシスの糸をたぐり、ボンドはバハマのホテルへ向かう。そこで、メッセージの送信者である武器商人、ディミトリオスと、その妻ソランジュと接触したボンドは、マイアミ国際空港で披露される超大型旅客機の爆破計画を知る。この計画に絡んでいるとして、ボンドは M からルシッフルという男の情報を得る。ルシッフルは、 世界各国のテロ組織から預かった資金をマネーロンダリングしつつ運用しており、今回は大型旅客機製造会社、スカイフリートの株の空売りを仕込んだ上で、同社が製造した超大型旅客機、スカイフリート S570 をお披露目式で爆破して、巨額の利益を得ようとしていた。旅客機の爆破はボンドによって阻止され、当機の失敗により巨額の金を失ったルシフフルは、 テロ組織に返済するための資金を稼ぐために、モンテネグロのカジノロワイヤルにて開催される、ポーカーゲームに参加する。ボンドもそのゲームに参加し、国の資金を使って、テロ資金稼ぎを阻止するよう命じられ、監視役として送られてきた、金融活動部のベスパー・リンドと共に、モンテネグロへ向かう。主人公のダニエル2019年12月18日発売の007。 ダニエル・クレイグ 4K ウルトラ 1D ボックス8枚、組ブルーレイの 4K ウルトラ 1D ディスクには2種類の吹き替え版をすべて収録。ティモシー・ダルトン主演第15作、007リビング・デライツ以来のヤン・フレミングの小説が原作となっている。また、今作品のラストシーンと自作007慰めの報酬の冒頭シーンがシンクロしており、自作 英霊7なぐさめの報酬は本作の続編かつオリジナル脚本による作品となった。本作は正確にはリメイクとなるが、1967年の旧作は原作を大幅に逸脱したパロディ作品だった。今回のリメイク作は原作に比較的忠実になっている。ピアース・ブロスナンは4本のボンド映画に出演する契約を結んでいたが、途中で降板してしまい、 公認には200人の候補名が上がったという。結局、ボンド役はダニエル・クレイグに決定した。それまでのボンド映画とは別の新しいボンド映画の一作目である。そのため、ボンドは1968年4月13日生まれに設定され、冷戦時代にボンドはスパイとして活躍していないなど、それまでの設定とは異なっている。そのため、ジュディ・レンチ演じる M も、 性格の異なった新しい M となっている。1967年に公開された第1作目のカジノロワイヤルはコロンビア映画作品。1990年代にイリソニーはネバーセネバーアゲインのプロデューサーと組んで別の007シリーズを開始しようとしたため制作会社であるメトロゴールドウィンメイヤーといいオンプロダクションズ およびその親会社であるダンジャックとの法廷闘争に発展した。しかし、その後にソニーが MGM を買収したことからシリーズ続編制作の権利を得た。ダニエル・クレイグ前作までの配役で変わっていないのは M 役のジュリ・デンチのみ。シリーズ従来のレギュラーキャストであるマネー・ペニーと Q は今作には登場しない。フィリックス・ライターはシリーズ初の黒人となった。 ボンドガールの候補者は、アンジェリーナ・ジョリー、シャリーイズ・セロンや、オドレー・トゥトゥラが候補に上がったが、2006年2月にエヴァ・グリーンに決定した。ボンド候補者になった俳優は、アレックス・オロックリン、ゴラン・ビシュニック、ヘンリー・カビル、ユアン・スチュワート、ジュリアン・マク・マホン、ダグレー・スコット、ジェームズ・ピュア・フォイ、ヒュー・ジャックマン、クライブ・オーウェン、ヨアン・グリフィズ、クリスチャン・ベール、エリック・バナ、 コリン・ファレル、ジュード・ロー、オーランド・ブルーム、ジョシュ・ブローリン、ベン・アフレックなど、三代目ボンドを演じたロジャー・ムーアの長男・ジョフリーも有力な候補者の一人だった。当初、ユアン・マクレガーがボンド役にオファーされたが、タイプキャストを恐れて断ったため、ダニエル・クレイグにオファーがされた。前作まで主役を演じたピアース・ブロスナンも意欲を示していたが、 作品中のジェームズ・ボンドの年齢設定が若く、起用が見送られた。他のキャストでは、ジェシカ・アルバが、ボンドガールに立候補し、ベンキングスレー、ジョン・トラボルタ、アラン・リックマンらが悪役を熱望した。ファッションセンスあふれるボンドが着用したのは、スーツタキシードは、イタリアのブリオーニ、サングラスは、イタリアのアイウェアメーカーのペルソール、靴は、英国のジョン・ロブである。香水は、 サンタマリアノ・ベッラのザクロの香りが登場した。ボンドはシャンパンのボランジェのグランダネを注文した。爆弾密造人モロカを演じたセバスチャン・フォーカンは作中の追跡シーンでパルクールの技を披露しており、ダニエル・クレーグも彼から技術を学んでいる。制作協力しているバージン・アトランティック航空のリチャード・ブランソン会長がマイアミ国際空港のシーンに カメを出演している。しかし2007年4月21日、ブリティッシュエアウェイズが、同社の機内上映版で、ブランソン会長の出演部分と、バージン機の美翼の映ったシーンをカットすると発表し、物議を醸した。カルロビバリ撮影地は、カルロビバリ、プラハ、バハマ、イタリア、イギリス。2006年7月30日にカジノロワイヤルの撮影が行われている。 ロンドン郊外のパインウッド撮影所で火災が発生し、撮影に使われているセットなどが灰になってしまった。しかし、撮影はすでに終了し、セットは解体の最中だったので、作品にはほとんど影響がない。ワールド・イズ・ノット・イナフ・ダイア・アナザー・デートに作続けて、ドルビー・デジタル・サラウンド・ EX で音響制作されていたが、本作以降は、 通常のドルビーデジタルに戻っている。サウンドガーデン、オーディオスレイブのボーカリスト、クリス・コーネルが起用され、映画とは別タイトルの You know my name を歌った。イギリスのチャートでは最高位7位と検討したが、アメリカのビルボード市ではチャート入りを果たしたものの最高位81位だった。同サウンドトラックアルバムはチャート入りを果たせなかった。主題歌 You know my name は、 本作のサウンドトラック版には収められていない。これはシリーズ開始以来初めてのことである。興行収入は全世界で5億9420万ドルに達し、2002年の007ダイアナザーデーの記録を破りシリーズ最高記録を樹立。2012年に007スカイホールがその記録を更新した映画評論サイトロッテントマトズで、 高い評価を受け支持率は95%となった。シカゴサンタイムズのロジャー・イーバートは星4つの満点を付け、私の45年間のボンド映画に関する批評に対して私自身考えもしなかった答えを導き出したと語っている。本作はシリーズで初めて中華人民共和国で上映許可が下り、北京でプレミア上映も行われ、その後全国1000館以上において、 無修正で上映されることになった。日本では2018年4月29日、東京国際フォーラムで、オーケストラ演奏付きで上映された。映像ソフト、ホームメディア2007年5月23日、ソニーピクチャーズエンタテインメントより、007、カジノロワイヤルブルーレイディスク版、DVD 版、UMD 版が発売された。DVD、ブルーレイ DVD、 ブルーレイ DVDDVD、ブルーレイ。ありがとうございます。